二階建て車両、二階建て車両、二階建て車両とは、2層の客室構造で設計、製造された、鉄道車両、自動車のこと。英語では、ダブルデッカー、ダブルデッカーと呼ばれる。一両あたりの床面積を増やして、乗車定員を増強したり、二階席の眺房を、付加価値とする目的で採用される。キャンピングカーには拠室を2層構造としたものもあるが、 走行中に乗車するための構造ではないため、2階建て車両として扱われない。一般的には、通常の車両よりも屋根の地上高を高く、1階部分の床の地上高を低くして2層の居住空間を確保している。鉄道車両で、大車間の車両中間部分のみを2階建て構造とする場合には1階と2階床面積はほぼ同等となるが、 バスの場合は1階の客室がホイールベース間に制限されることから2階の床面積の方が広い場合が多い。鉄道車両でも前後に連結された車両への通路を2階に通すなどのために2階部分が台車上まで広がり、バスと同様に1階よりも床面積が広くなっている場合がある。鉄道車両の運用では通常の車両より視点が低く長房に劣る1階席と 逆に視点が高く眺望に優れている2階席とで、等級や料金を分けている場合がある。バスの運用では、1階部分を荷物置き場やフリースペースとしている例もある。車両の前行が高くなることにより、重心が高めになることからロールが大きくなりやすいほか、車体の全面投影面積及び表面積が増すことから、空気抵抗や空力騒音が大きくなる。 このような理由から、東海道、山陽新幹線では、運行速度の高速化を重視し、300系以降の車両では2階建て車両を採用していない。鉄道よりもロールが大きくなりがちなバスの2階席は、通常の車両よも横揺れが大きく感じられる。一方で、通常の車両よりも床が低い1階席は、ロールセンターに近くなることから、通常よりも横揺れが小さく感じられる。 車室内の構造上、限られたスペースに設けられた階段を利用するため、乗客や乗員の移動に時間がかかる欠点を持つ。1階部分も車両両端部より床が低くなっていて、移動制約者の利用に配慮が必要となるほか、車内販売に使用するワゴンの通り抜けに難がある。一方、プラットフォームが低い海外の鉄道では、1階部分に扉を設けることで、 乗降を容易にできる場合もある。また、前述した走行特性の悪化や車両限界、高齢や道路周辺の構造物による制限から、前行を闇雲に高くすることはできず、各階とも通常の車両より天井が低く、居住性がやや悪くなる傾向にある。この構造を取り入れた最初の車両としては、馬車のオムニバスが最初と言われている。この場合、 一両あたりの座席数を増やし、効率的な運用を行うという面が大きく、当初は屋根の上に乗り切れない場合は、命がけで乗ったとされる。英国及びその植民地、旧植民地で路線バスとして運行されている二階建てバスは、オムニバスを馬車から自動車化した際にそのまま引き継がれたものと言われている。二階建てバスが運行される都市は、ロンドンなど英国内の都市、 香港、シンガポール、インドのムンバイ、カナダのビクトリアやケローナなどが挙げられる。ロンドンでは、ルートマスターと称される2階建てバスが1956年より運行され、市民に親しまれた存在であったが、排出ガス規制や構造上ワンマン運転ができないという理由などにより、保存路線を除き、2005年をもって新型の連接バスに代替されている。 韓国では日本同様定期観光バスとしてソウル市内の観光地を循環するソウルシティツアーバスが運行されている。またソウル首都圏では隣接する軽気道内各地とソウル市内との間を高速道や自動車専用道路経由で結ぶ広域直行バスにも輸送力不足、立石乗車、乗り残し問題の解消を図る目的で2階建てバスが導入されている。 2014年11月から2015年にかけて、アレクサンダー・デニス E500 を使用して、試験運行が行われ、2015年下期からは、韓国の道路法令に適合する規格のボルボ B8 ルの輸入が認められたことによ、本格的に導入されることとなった。台湾では、台北市内、高雄市内、台南市内を巡回する定期観光バスとして、ボルボ B8 ルの オープントップバスタイプが導入されている。運行は、台北が、三重客運、高尾が、高尾客運、台南が、浮上客運。中国では、北京、大連、上海、911素地、蘇州、86素地、無尺、81素地、麗波、新鮮などで運行している。日本の場合、車両制限令により、全校が、 最大3.8メートル、特別認可を受ければ、最大4.1メートルと定められており、乗客が車内を頻繁に移動する、市内路線バスとして採用することが困難なため、高速バスや観光バスとしての採用例が、一般に知られる程度である。例外的に、ロンドンの市内交通用の車両である、ルートマスターが輸入され、特任の下で運転されたことがある。なお、 2階建てバスと呼ばれる車両もあるが、これはハイデッカーのことであり、2階建て車両ではない。2010年9月現在日本国内では製造が中止されており、それ以降に日本での新造の2階建てバス車両は存在しない。過去には三菱自動車工業、現在の三菱不走トラックバスのエアロキング、193年から2005年、2008年から2010年、 トラックス旧、日産ディーゼルのスペースドリーム、1983年から1990年と 4K レモーナコ、1993年から2000年、そして日野自動車のグランビュー、1983年から1988年が製造されていた。ヨーロッパ製車両の採用例としては、ドイツネオプラン車製のスカイライナー、メガライナー、ベルギーバンホール車製、 アストロメガ、ドイツドレクメーラー社製、メテオールが挙げられる。2016年には、トバスが、バンホールアストロメガを再導入したことで、日本国内での心臓ダブルデッカーの導入が、再開された。日本において、2階建てで設計、製造されたバスの講師となるのは、近畿日本鉄道自動車局、現在の近鉄バスが1960年、昭和35年、量産車は、 翌1961年に導入した日のビスタコーチ座席83席である。車体は近畿車両製でホイールベース間を2階建て構造とした。1階は右側に寄せて3列、2階は左右に2列ずつ座席を排したが、1階通路の天井高を確保するため、2階左側座席のみ30センチメートルほど床が高くなっていた。 昇降口は1階通路左側にあり、ノンステップ構造であった。日本での2階建てバスの本格的な導入は、1979年、昭和54年に、大阪の中央交通が、西ドイツ、当時のネオプランから本格的な2階建てバス、スカイライナーを輸入したことに始まり、2階建て、バスブームが起きた。その後、西ドイツやベルギーのライバル企業がこぞって、 日本市場に参入し、日本の観光バス事業者は、看板車両として2階建てバスを導入した。路線バスでは、1982年、昭和57年より2001年、平成13年まで、東京都台東区が西ドイツからの輸入車両を使用して、上野公園浅草がみ門館を、東京都交通局、都営バスに委託して運行していい。 1989年、平成元年から2000年、平成12年まで、江戸川区が小岩駅火災臨海公園駅間で、京成電鉄、現在の京成バスと、都営バスの2社局に委託して2階建てバスを運行していた。日本のメーカーも1983年、昭和58年から、日野自動車、日産ディーゼル、三菱自動車の3社が参入した。 日野自動車は1985年に本格的2階建てバスグランビューを発売するに先立って1982年に近畿日本鉄道と共同で低床路線バスをベースとした試作車 RE161 回を製造した。しかし、口述する問題点やバス事業者の新規導入ブームが落ち着いていたことから需要が広がる子はなかった。 さらに2階建てバスに代わり、より安価なスーパーハイデッカーが、バス事業者の看板車両として導入されるようになり、日野と日産ディーゼルの2社は1980年代の終わりに、相次いで2階バスの製造を中止した。製造台数は両社とも非常に少なく、日野12台、日産ディーゼル11台という状態であった。イスズ自動車は階建てバスを製造しなかったが、代理店として、 西ドイツドレクメーラー社の2階建てバスを輸入し、イスズユーザー向けに販売した。1990年代に入ってからの規制緩和で2階建てバスのワンマン運行が条件付きで可能になり、三立化が進んだ夜行高速バスの定員像の手段として2階建てバスの導入が見直されるようになった。三菱不走エアロキングは JR バスの夜行高速バス、 ドリーム号で急速に需要を拡大し、高速バスを運行する他の事業者も2階建てバスを導入するケースが増えた。加えて、ネオプラン社は再び、日本国内向けに2階建てバスを生産するようになり、ドリーム号や、昼特急などで使用されている。日産ディーゼルは1993年から2000年まで、ベルギー4系列車にエンジンとシャーシを輸出し、 同社でバスを組み立てて輸入する形で、再び2階建てバスを日本国内で販売した。2000年にベースとなる三軸スーパーハイデッカースペースウィングが製造中止となり、この逆輸入車も同時に製造中止となった。JR バス関東では、慢性的な輸送力不足が続く、つくば号の輸送力増強として、 2002年12月から2006年5月まで全長15メートルのメガライナーを運行していた。その後、青春メガドリーム号で使用されていたが、車両火災により運行停止命令が下され、廃止となった。一方で、三菱自動車のエアロキングは2階建てバス市場に参入して、以来、夜行高速バスや観光バスなどで一定の採用実績を残してきた。2005年に、 三菱不装トラックバスへ分社などの事情により生産中止となったものの2006年には JR バスが既存のエアロキングを改造してグレードアップを図ったプレミアムドリーム号が業を開始するなど需要は尽きず2008年になり改良を加えて復活を果たした。私鉄系では古くから2階建て車の実績を持つ近鉄バスが多く採用しているほか、 西日本鉄道では2009年に博多号で採用している。しかし2010年8月末に生産、販売が中止された。三菱不走と日産ディーゼルはバス事業において総合 EM を行っていたが、エアロキングは日産ディーゼルには供給されていない。2階部分の屋根がない車両、オープントップバスを運行している例もある。 日の丸自動車工業が2004年9月10日から東京都内でスカイバス東京をハトバスが2009年11月1日から同じく東京都内で大空美よう西日本鉄道が2012年3月24日から福岡市内で福岡オープントップバスを中国 JR バスが2014年4月19日から広島市内でメープルスカイを 近鉄バスが2014年7月10日から大阪市内で大阪スカイビスタを運行している。日本での2階建てバス導入に際して問題になるのが道路に関する法令で特任を除くと車高が3.8メートルに制限されている点である。この制限ために2階部分の客室は高さが1.7メートル程度となり通常のハイデッカーに比べて居住性が大幅に劣ることから 観光バスとしての需要は急速に減少していった。特任により4.1メートルまでの運行は認められるがあくまでも特任であり、運行経路や実感などに条件が付けられるほか、道路構造物や多くの都市バスターミナルは車高3.8メートル以下の車両を前提に設計されているなど運行上の制限が大きい。さらに3.8メートルの車高制限に 適合していても、一部の古いバスターミナル、北海道中央バス、札幌ターミナル、浜松町バスターミル、名鉄バスセンター、阪急三番街高速バスターミナルなどはそれ未満の車両を対象に設計されており、物理的に運行が難しい。また、幹線道路であっても、愛知県豊田市にある伊勢神トンネル、国道百五十三号のような高さ制限がある道路では、 当然ながら通行不可能である。2016年には、トバスが2台目のワンホールアストロメガを導入した時は、車高に加えて、車幅も問題となった。車幅がヨーロッパでは最大2.55メートルに拡大されたのに対し、日本では2.5メートルのままで据え置かれているため、日本向け仕様を新たに開発しなければならず、加えて、小ロット生産になってしまうため、 多くのメーカーが難色を示したという。セミダブルデッカーは、車両の一部が2階建て構造になっているバスである。本格的な2階建てバスよりも古く、西日本鉄道が1954年、昭和29年に導入したのがその講師である。車両後方が2階建て構造であり、当初は貸し切りバスとして、後には動物園方面の一般路線に転用された。 その後、後部が2階建て構造のボルボ、アステローペやスーパーハイデッカーの運転席上部に座席を設け、床下運転席構造としたアンダーフロアコクピット、フッく車が登場する。アンダーフロアコクピット車は、自社で2階建てバスを生産した実績のナイスズ自動車、現在の J バスが1989年にスーパークルーザーのラインナップに追加し、 日産ディーゼルや三菱自動車、いずれも当時も追随したが、日野自動車がアンダーフロアコックピット車を一度も生産した実績がなかったことも相まってか、需要が減少し最後まで製造されていたアンダーフロアコックピット車は、三菱エアロクイー 2E のみであり、三菱不装トラックバス分車後の2005年10月12日のマイナーチェンジをもって生を終了した。 現在では廃止されているものもあるが、ロンドンをはじめとした英国各都市、中国各地、ポルト、モスクワなどで2階建てトロリーバスの運行例がある。バス同様、英国各地の路面電車が早くから2階建て車両を運行している。かつて英国領であった香港も1904年に開業した香港トラムがあり、開業時から現在に至るまで2階建て車両が 運行されている。国内では一時期、大阪市電にもあった。復元車と台車が保存されている。かつてナチスドイツで計画された巨大鉄道システムであるブライトシュプールバーンでは余裕ある車両規格を活かし、客車は窮屈さの全くない層2階建てとなる予定であった。現実の鉄道の場合、 フランスのパリ近郊では日本の東京近郊路線ほどに混雑が深刻ではないながらも着席数増加による輸送力増強のため1930年代から現在に至るまで機関車牽引の全車2階建て客車による快速普通列車プッシュプルトレインが運行されているラーにおいても B 線以外で2階建て電車が 運行されており、輸送力増強と乗降時間の短縮を両立させる、ため片側3扉の2階建て車両もある。また TGV でも南東線、地中海線、パリとリヨンワルセ西ユ方面を結ぶなどでの、輸送力増強のため、機関車を除く全車が2階建て車両である TGV、デュプレックスが運行されている。このほか地方路線、テアにも2階建て車両がある。その他、 アメリカのアムトラックなどでもスーパーライナーを筆頭に2階建て車両が導入されている事例。ドイツ鉄道が2階建て客車による RE、JR の快速に相当を各地の路線で運行する事例。スイスでインターシティが IC2000 と呼ばれる2階建て客車で運行される事例がある。ドイツ、スイス、オーストリアなどで運行される国際信頼列車であるシティナイトラインも 個室などの乗客一人当たりの空間を確保をしつつも個室数や信頼数を可能な限り多くするため2階建て車両による信頼者を連結している。欧米以外では近年の中国で経済発展に伴う旅客輸送の需要増加に対応して輸送力増強のためプッシュプル式などの2階建て客車による列車が中長距離の都市間輸送で運行されている。 なお、この他の国にも2階建て車両は存在する。他、日本の場合、大阪市交通局の路面電車で採用されたものが、講師である。路面電車ではない普通鉄道の車両では、戦後の近畿日本鉄道におけるビスタカーがその糸口であり、高速鉄道である新幹線では1985年に登場した新幹線100系電車のグリーン車と食堂車が、 その講師である。1904年、明治37年に大阪市交通局において製造された5号型電車が日本の路面電車における2階建て車両。展望の良さに乗客には大好評であったと伝えられている。当初は思わず靴を脱いで2階に上がってしまったり、2階の方が1階より高い料金を取るか取らないかを聞く人までいたという。その後、 家の中を覗かれるという沿線住民の苦情により2階席はほどなくして撤去されたが大阪市電創業を50年記念として1953年昭和28年に復元製造されイベント時に運行された現在は地下鉄緑木県建区内にある大阪市電保存館に生態保存されている年2回公開しかし終電装置は 復元時の運行の便宜のため、実物車両のポールではなく、ビューゲルとしてある。一方、1913年、大正2年に2両が、松山電気軌道に売却され、愛媛県水戸浜町、現、松山市水戸浜で、2回電車のお台として、海水浴シーズンに利用されたが、1924年、大正13年には、乗せ電気軌道に売却され、 普通の電車に改造されて使用された。その後、同社で廃車となった実車は、台車のみが、系列会社である、阪急電鉄の宝塚ファミリーランド内にあた、乗り物館、旧、電車間で、生体保存されていたが、ファミリーランドの閉鎖に伴って、大阪市交通局に寄贈され、現在は復元車と同じ、大阪市電保存館内で保管されている。 普通鉄道の2階建て車両の日本における最初の事例としては近畿日本鉄道のビスタカー1万系電車である。そのルーツはアメリカにおけるビスタドームカーと称される中間展望車と入れている。その改良系である1万100系電車以来2万1000系電車アーバンライナーが運行されるまで近鉄特急イコール2階建て車両ビスタカーというイメージが確立された。 高速鉄道では、1985年、昭和60年に運行を開始した、新幹線100系電車に初めて2階建て車両、グリーン車、食堂車が導入された。東海道新幹線の利用客は、昭和51年をピークに減少傾向をたどり、列車の減便さえ行われる厳しい事態となっていた。そのような経緯から、新幹線100系電車は、客室、 サービス面を中心としたモデチェンジが施行された。そしてより明るく快適な新幹線として、話題性を高め、イメージアップを図るべく、2階建て車両のグリーン車、食堂車が組み込まれた。国鉄分割民営化後の JR では、在来線の車両にも、このような事例が見られるようになった。四国旅客鉄道、JR 四国の5000系電車に眺望目的の2階建て車両があるほか、 北海道旅客鉄道、JR 北海道でもキハ183系機動車に2階建ての付随車があり、スーパー、トカチや大空での運用があった。いずれも2階部分をグリーン席、1階部分を指定性の普通席としている。特別料金不要で乗車できる車両として、京阪電気鉄道では特急専用車両である8000系、電車霊番台。 旧3 0 0 0系電車の30番内を含むの中間一両に2階建て車両を連結している。これは座席定員の増加も考慮したものでもあり、車内設備や空調ダクト、読書灯などの設計にあたっては後述の JR 東日本近郊系電車のグリーン車を参考にしている。なお、テストケースとなった旧3 0 0 0系車両のダブルデッカー化改造においては、 車両の中央部をくり抜いて、新造した2階建て部分を溶接するという、前代未聞の改造工事がなされた。一両あたりの座席数を増やし、乗車定員を確保、増強を行う観点で製造されたのは、1962年に、修学旅行用電車として製造された、近鉄2万100系電車が最初であった。東日本旅客鉄道、JR 東日本においては、 1989年、平成元年に投入された211系電車のサロ213.212型と113系電車のサロ125.124型が最初であった。その後に同様の理由で JR 東日本から製造された2階建て車両は製造費がかさむのを極力防ぐために E231 系電車以降の車両では共通設計で製造された。 1991年、平成3年に、試験的に製造されたクハ、区波415-1901で、普通車に拡大。翌1992年、平成4年には両戦闘車を除く、全車両を2階建て構造とした215系電車が、製造された。両戦闘車以外の全車両が2階建てという、特殊性から、臨時列車を中心に、前述の、 消防を楽しむ目的も合わせて持つ運用にも投入された。1994年、平成6年には総武快速線横須賀線の E217、軽電車もグリーン車の2階建て車両となった。2004年、平成16年度から、東海道本線東京口、宇都宮線、東北本線、高崎線、湘南新宿ラインに投入された E231、 軽電車でも、サロ E231E230 型を製造して、普通列車と快速列車で運用されいる。また、サロ125.124型が211、経営の編入改造が施行されて運用されている。2006年、平成18年度より、常磐線の E531 軽電車にも、クリーン車として、 サロ e 五百三十 e 五百三十一型が製造された。高速列車用として乗車定員を確保、増強を行う観点で製造されたものとして JR 東日本のマックスシリーズ e 一系電車、e 四系電車やフランスの TGV デュプレックスが挙げられる。寝台列車ではヨーロッパのシティナイトラインが古くから知られているが、同様に JR でも サンライズ出雲・イズモ・セト285系電車とカシオペア E26 軽客車に2階建て車両が運用されていい。通勤電車では2016年東京都知事選挙に立候補した小池由里子が公約の一つとして2階建て車両の導入をして満員電車ゼロを掲げたが東京都知事に就任以降2018年までに具体的な動きはない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。